2011年8月、浜松市の天竜川で乗客船頭合わせて23人が乗った川下りの船が岩場に衝突して転覆し、乗客4人と船頭1人が死亡しました。事故から11年が経った今日午後、慰霊式では川下りの船を運営していた天竜浜名湖鉄道の関係者らが犠牲者に黙祷を捧げました。この事故の悲惨な状況をかなり知る役員や社員が減少してきておりますが、どれだけ時間が経過しようが、事故の当事者である私たちは決してこの事故を風化させることなく、安全の取り組みの原点としていかなければなりません。天竜浜名湖鉄道によりますと、当時の川下り事業に関わっていた社員は現在7人まで減っています。今年の慰霊式に遺族の参加はありませんでしたが、松井義正社長は慰霊式は来年以降も継続して行っていきたいと話しました。